ダイヤモンド窒素空港中心とは、ダイヤモンドの空港を利用した室温で動作できる、量子素子で光子血管の一種である。ダイヤモンド窒素空港中心は、ダイヤモンドの結晶中、本来は炭素があるべきところに窒素で置換され、隣接する位置に空港がある複合血管で NV 中心が電子1個を捕獲して負に帯電時に、 NV 中心はスピンと呼ばれる磁気的な性質を示す。多くの種類の量子ビットは冷却が必要であるのに対して NV 中心は室温でも量子状態を保つことができる。ダイヤモンドを省略して窒素空港中心、窒素空港中心、NV 中心、NV センターなどの略称で呼ばれる。NV センターの模式図窒素を取り込んだダイヤモンドでは 炭素原子とは結合しない残りの一方向には窒素の孤立電子体が分布するため、この方向の隣接部には炭素が入ることができず、ダイヤモンド中には窒素と空港がペアとなった NV 中心と呼ばれる欠陥が生じる。この NV 中心は電子を捕獲して負に帯電しやすく、その状態だと空港に隣接する三炭素から供給された三個の電子と窒素から供給された。 電子体、捕獲した電子一つの6電子が NV 中心に存在する。この6電子は、と NV 中心の位置の軌道に入り、この結果、電子二つ分のスピンが生き残っている。通常、量子状態は、大変壊れやすいが、ダイヤモンドの場合は、結合が強く硬いためバンドギャップが広く、数百度以上の高いエネルギーを加えてもこの電子を、 放出しないという性質があり、このことがスピンの安定に役立っていて、スピンの量子情報を壊す原因として、結晶構造の変形のしやすさを表す指標である、断性係数や、他の不純物や欠陥が持つスピンの存在などがある。ものの、ダイヤモンドは硬く、また不純物や欠陥については、炭素という一種類の元素からできているので、近年、合成技術が進歩したことで不純物や、 血管の影響を除去しやすく、スピン外持つ、量子情報を室温で長く保持させることに貢献していて、十分長く、量子特有の重ね合わせ状態を保持できる。現時点では、室温で1個のスピンを操作したり、検出したり、観測できるのは、ダイヤモンド中の NV 中心のみとされる。ダイヤモンドの赤、金石外傾向の原因である窒素、空孔血管と、 戦力色のフォトルミネセンスを有する窒素空港、窒素色中心とが高学活性血管として研究が進む。負に帯電した NV 中心は量子センサー用の重要なシステムとしても期待される。NV 中心のスピン状態は高学的に検知された核磁気共鳴といった磁気共鳴法で検知可能であり、周辺の磁場環境に鋭敏なため、 NV 中心を有するダイヤモンドは超高感度磁気センサーとして利用可能で、磁場以外にも NV 中心は電気、温度、歪みに対しても高い感度を示す。NV 中心は磁場、電気、温度、歪みに対して反応を示すため、それぞれの特性を利用して室温で動作する高感度な量子センサーとなる。また、単一格子光源や 量子計算素子としての応用も考えられている。ナノダイヤモンドを測定対象の内部に入れる方法と NV、中心磁気顕微鏡のように測定対象の外部から計測を行う方法が存在する。ここではナノダイヤモンドを用いた方法を説明する。NV 中心を有するダイヤモンドは490から560ナノメートルの光冷気波長に対し赤。 近赤外で発光するのでほとんどの細胞自家蛍光波長とは重ならないためバイオイメージング用途に適する。NV 中心のスペクトルは負に帯電した血管では638ナノメートルでゼロホノン線を示し中性状態では575ナノメートルで ZPL を示す。NV 中心を含むナノダイヤモンドの発光強度は 一粒子中の NV 中心の数によって決まり、全反射傾向顕微鏡測定を用いて、同一条件下で並べて比較した場合、100ナノメートルナノダイヤモンドの PL 軌道は、アット532色素の軌道よりも一桁以上大きいとされ、H3 中心は青式光で冷気した場合に、約530ナノメートルで最大の緑色傾向を発する。NV び NV 中心は、 高エネルギー条件下で連続的に冷気しても光退色または明滅しない。ありがとうございます。